皆さんこんにちは、こんばんは、ニコラスタケシです。僕本気出します。というのもですね、私先日大学を卒業しまして、もう正真正銘ただの大人になってしまったわけなんですけども、卒業と同時にですね、実はまあいろいろありまして地方に引っ越しまして、今東京や出身の神奈川からちょっと遠いところで暮らしてます。でですね、ニコラスタケシ仕事はどうしてるんだって思う方もいるかもしれません。でこちらについてはスターティング5の第1回の放送の時にも話したんですけども、僕は今後 YouTuber として生きていくことにしました。まあこの一生続くかどうかは知らんけど、少なくとも今楽しく皆様にこのコンテンツを提供できてますし、これを続けたいなっていう気持ちがあり、この道を選ぶことにしました。まあ、というわけで部活を引退してから数ヶ月間普通に頑張ってはいたんですけども、今後は特に本気を出すつもりです。そして明日から新生ニコラスタケシが始まります。と言ってもやることはそこまで変わりません。変更点が2つあるだけ。まず1つ、スケジュールがもっとはっきりとします。もともと僕はこう大学で部活にもいて、だからこそ不定期に動画も投稿してたし、むちゃくちゃだったんだけど、その後部活を引退してからしばらくは、まあ、なるべくラジオを毎日出して、で不定期でショーツも出して、メインチャンネルもなんか1ヶ月に1本ぐらい出してみたいな、ちょっとよくわからんスケジュールだったんですけども、それをもうこの際はっきりと1週間こうやるよってのを決めます。内容がまず火曜日から土曜日の5日間はラジオ動画が投稿されます。今まで通り夜8時に毎日いろんなトピックについてのラジオ動画を投稿。このラジオ動画はこのチャンネルではなく、もう一つのニコラスタケシラジオチャンネルの方に投稿されます。じゃあ月曜日はどうなるんだと、これが一番大きな変更点なんですけども、僕月曜日は毎週メインチャンネルに動画を上げます。今までめちゃくちゃ不定期で投稿してて、ほんと 2,3 ヶ月に1本とかもザラじゃなかったメインチャンネルが週1投稿になります。というわけで火曜日から土曜日はラジオチャンネル、そして月曜日はメインチャンネルと、そういうスケジュールになります。まあ、この月曜日のメインチャンネルの動画はランキングだったり深掘り動画とか、まあ、いろんなシリーズありますけど、そういう系をやっていく予定です。だからやってること自体はあまり今までと変わらないです。頻度が上がるだけ。そして日曜日なんですけども、通常の動画はお休みになります。まあ、ちょっと休日をください。まあ、これについてはまた後でも話すけど、まあ、でも一応例外として緊急でラジオ撮んなきゃなっていう時は出します。まあ、それこそこの間のカール・アンソニー・タウンズのトレードみたいなのが日曜日に起きたら、まあ、それは出すしかないでしょってことで出しますし、あと一応最近あんま出してないんですけど、カード開封動画、あれも今後全くの未定ではあるけど、出すとしたら日曜日に出そうかなって思ってます。まあ、それはおまけ動画ですね。あとショート動画なんですけども、9月めっちゃショート頑張ったんですけど、ショート動画は基本的にまあ月曜日から土曜日かなっていう風に考えてます。まあ正直ショート動画は僕が割とエンジョイで好きな動画作ってるだけなんで、まあ皆様も軽い気持ちで見てもらえると嬉しい。たまに思いつきで2本出したりするし。で一応もちろんこれは目安です。基本的には火曜から土曜ラジオ、月曜メインチャンネルっていうスケジュールにはなりますが、まあただ場合によってはちょっと今日ラジオ出せませんとか、そういうのあるかもしれないので、その場合は無理をしないとは決めてるんで、X、旧 Twitter にてその旨の報告をさせていただきます。なのでフォローしていただけると嬉しいですし、まあフォローはめんどくさいって方でも、あれ今日動画上がってないなって方はちょっとチェックだけしてもらえると、動画上がんないよっていうツイートしてるかもしれません。まあそれが一つ目の変更点。二つ目がメンバーシップを始めます。名前としてはニコラスタケシの追加コンテンツパックになります。内容は3つ。まず先ほど話した通り、日曜日は通常の動画は基本的には上がらないんですけども、メンバーシップ限定動画が毎週日曜日に配信されます。まあ、割とメンバー向けの動画っていうか、普通のラジオとは違うものをやる予定なので、ぜひチェックしてみてください。一応考えてる内容としては、過去の動画へのリアクション動画だったりとか、 NBA クイズとか、これ僕が NBA クイズを解いてる動画になりますね、一緒に解こうってやつ、メンバーから募集した質問コーナーとか、あと名前未定なんですけど、これだけは言わせてくれっていうみんなの一言に反応するやつ、皆様の意見に対して僕が反応を示すっていうもの、これちょっと名前は要検討。まあ、中わけで1週間に1本追加でそういう感じの動画が出ます。そして2つ目、ショート動画のロングバージョン。これ僕ともう一人パズ君でやってる動画になりますね。あれって2人で普通に楽しく撮ってるんで、いっぱい面白い会話があるんですよ。でも1分以内に収えるために結構カットしてて、3分ぐらい喋ってるけど1分に収めてるみたいなやつもあるんですよ。なのでその会話を全部残したロングバージョンもメンバーシップ限定で公開します。といっても大枠の内容はあんまりショートと変わんないんで、新しい発見があるとかではないかもしれないけど、一応ちょっとロングバージョンは会話が多めになってるのでチェックしてみてください。まあ、これは何本か溜まったらまとめて出すみたいな形になると思います。そして最後、メンバーシップ限定の生配信。
これ実は2月に試験的に運用したこともあるんですけども、内容としては例えば僕が来週ランキング動画を作りますってなった場合、その順位を決める様子を生配信で流したり、その前の動画のランキングについてメンバーさんと議論したり、そういう生配信も考えてます。あとは普通にフリートークの可能性もある、まあ、これは正直不定期なんでランキング内週とかはやらないかもしれないし、どちらかというと目玉は週1本の動画にはなるんですけども、まあ、この生配信もおまけコンテンツとしてはかなりいいのかなと思ってますし、あとまあどういうプロセスで順位を決めたのか気になるっていう方もいるとは思うので、そういう場合はアーカイブとかにも残すつもりではあるので見れると思います。でちなみにメンバーシップもうすでに一応始めてはいて、すでに1本動画を上げてます。内容が2020ドラフトのモックドラフト、僕が作った2020のドラフト予想に対してのリアクション動画、まあ、だから過去を見返してこんな感じやったなって見返してる動画になるんで、ぜひチェックしてみてください。以上、ニコラス・タケシの今後の変更点でした。というわけで、明日から僕は生まれ変わります。もう新生ニコラス・タケシとして、まあ今までとやってること自体はあまり変わらないものの、もっとしっかりと YouTuber として活動していくつもりなので、ぜひよろしくお願いします。まあ僕はこう NBA 動画を作る理由としては、もちろん僕が楽しいからってのが一番の理由ではあるんですけども、こうやっぱり共通の趣味の皆さんと繋がってるのは本当に楽しいですし、皆様にとってまあ意見交換の場にもなり得るとも思ってますし、なんて言うんだろう、こう皆様の NBA ライフにとって大きな存在になれたらなって思って行動してる部分もあって、そういう意味では本当に僕は今恵まれてると思いますし、少しでも皆様のプラスになればいいなと思っております。というわけで改めまして、今後ともよろしくお願いします。今後はこのスケジュールで進めていきますので、ぜひまだしてない方はチャンネル登録の方も、そしてメンバーシップ興味ある方はぜひ登録してもらえると嬉しいです。はい、皆さん今回はそれだけです。今回も見に来てくれて本当にありがとうございます。それでは See you next time. バイバイ。